グランホエールの整備が終わったら通信で呼ぶウパ。それまではタウンで待機するウパ。とりあえず幕穴の中央広場に行こう。トキランディに追い出された仲間たちがいるぞ。みんなの話を聞いてみようかな。ガイストの還元に乗ってアカシャ版の建設プロジェクトを推進したのはジーニアスだ。騙されたという点では天城博士の妹さんと一緒なんだよ。ヤッコさんも偉そうなことは言えないのさ。まさかアウラと戦うことになるなんて。だけど逃げてなんかいられないもんね。私にはアウラの助けを求める声が聞こえるような気がします。アウラはウイルスの力で操られているだけ。トキオさん、アウラを救ってあげてください。お前とサイカを見ているとあの頃の司とスバルを思い出す。アウラのことで手一杯だろうが、トキオ、しっかりと支えてやれよ。私には少し天城博士の気持ちがわかるよ。きっと彼はリアルに失望したことがあるんだろうな。中央広場にいる人たちとはみんな話をしたな。別の場…よし、幕穴の橋に向かおう。天城城太郎の猛襲が今はアウラに取り付いている。僕らがやるべきことはアウラを倒すことじゃない。彼女を天城の呪いから解放することだと思う。人をゲームの世界に閉じ込めるなんて間違ってるよ。僕はアウラを救いたい。彼女がモルガナと同じ過ちを繰り返さないように。私はゲーム大好きだけどリアルも大好きなんだ。両方の世界を守るために一緒に頑張ろうね。私も…大変なことになっちゃったね。トキオ、私ならいつでも力を貸すよ。橋にいる人たち全員と話をしたな。次の場所に行ってみるか。よし、アガシャ版に向かおう。世界を、大切な奴を守るためなら相手がアウラでも容赦しない。行くぜ、時を。俺たちのザ・ワールドを守るために。もはやシステム管理者だのハッカーだの言っていられない状況ね。私も可能な限り協力させてもらうわ。
シノさんの時と同じだよね。私にできることをしなきゃ。私たちシックザールはもともとアウラの力を研究してたんだよ。だから終焉の女王と化したアウラの恐ろしさはよくわかってる。それでもなんとかしなきゃ。時を気合い入れてくよ。アウラを敵に回すということはザ・ワールドを敵に回すことに等しい。だがそれが人間を救う唯一の手段であるなら迷いはしない。終焉の女王アウラ、相手にとって不足なし。あ、そろそろグランホエールの整備が終わる頃合いかな。よし、中央広場に戻ってみよう。アイカちゃん、どうしたの？時を、うまく言えないけど、アカシャ版で大変なことが起こってしまいそうな気がして。それでムーリンに無事に終わるようにお願いしてました。消えている。不安なんだ。騎士団とシックザールがついてるんだ。心配することなんかないよ。そんなことよりさ、後で何を食べに行くか考えといてよ。食事に行くって話でしょ。いいんじゃない。本当ですか？あ、でもサイカはいつもご飯をあまり食べてくれないですの。ダイエットでちょびっとしか食べない。いや、ちょ、何言ってるのよ。いいわよ、付き合ってあげるわよ。あんたが気に入るだけ何でも食べてあげるわよ。はーい、約束ですの。グランホエールの整備が終わったウパ、みんなもう中に入っていいウパよ。アイカちゃんたちとの約束を守るためにもアウラの洗脳を解かないとな。よし、グランホエールに戻ろう。決戦だ。作戦名はオペレーションギア。作戦を開始するならメンバー全員に連絡するウパ。2020年幕穴の中央広場に集合ウパよ。